この季節、厚着した洋服に隠れているとは、言いつつ気になるのが、ボディライン。美しいボディラインの天敵とも言えるのが、セルライトです。セルライトとは、不燃性の脂肪で、脂肪の周りにつく老廃物です。この老廃物を溜め込むことにより、ボディラインが崩れたり、下半身肥満、冷えやむくみを引き起こしますので、1日3分足裏リフレで撃退しましょう。下半身肥満から足裏リフレで改善しようから。日本人女性の下半身肥満の約8割は、むくみが原因と言われています。むくみを放置すると、脂肪が多く血行が滞りやすいオリブ、臀部、お尻、足部、そしてアキレス腱周りに老廃物が停滞します。それにより、リンパや血液の流れが滞り、下半身肥満を引き起こします。今回は、足の専門家、フットケアセラピストによる下半身肥満に、効果的な足裏マッサージを紹介します。1、足首を、念入りに、360度できるだけ大きく円を描くように、ゆっくり、左右10回ずつ回しましょう。足関節は年々硬くなります。足関節の柔軟性が低下すると、血流が滞り、むくみにつながるだけではなく、歩行機能の低下にもつながります。手の指を足の指一本一本に通し、足指を刺激しながら行うと、足指末端の血流促進にもつながります。普段、靴の中で押しつぶされている足指を広げながら行い、頑張っている足を解放してあげましょう。2、足部内側ラインのリンパの流れを整えてみましょう。手のひらで足首から膝にかけて、優しく皮膚の表面をさするように撫でましょう。足首から膝まで10ストロークが終わったら、膝から鼠径部、鼠径部、左右の大腿部の付け根にある溝まで10ストロークしましょう。リンパ管は皮膚表面にあるので、速度はゆっくり、圧は優しくさするような感じで、足首から膝裏に、膝から鼠径部に流すように行いましょう。圧をかけて筋肉に伝わるような強い刺激をすると、リンパ管が潰れ、リンパは流れません。3、足部内側ラインを刺激しましょう。内くるぶしの後方から、ゆっくり、頸骨、脛骨、大腿骨、大腿骨のすぐ際を重ね、母指で圧をかけます。1.2 で、ゆっくり体を乗せながら圧をかけ、3:4:5:6で、2倍の時間をかけて圧を戻しましょう。下半身には、体全体の3分の2の筋肉が存在しています。脂肪は、普段使わない筋肉につきやすく、特に、足部内側の筋肉、内転筋は、年々衰えますので、老廃物が滞りやすくなっています。念入りに、刺激して流れを良くすると同時に、筋力トレーニングも忘れずにしたいですね。4、大腿部ストレッチをしましょう。片足のみ、上気3の状態に残し、残りの足を後方に伸ばします。ゆっくり、上体を前に倒します。前の足の外側、大腿部から下りる、お尻が伸びているのを感じながら、10秒キープします。お尻の筋肉、大折り筋、大臀筋は、お尻全体をふっくら美尻に持ち上げる役割をしています。この筋肉が硬いと、お尻は垂れ下がり、横広がりに見えるだけではなく、腰痛につながります。5、股関節を回しましょう。仰向けになり、写真のように、股関節を360度できるだけ大きく円を描くように、足の重さを感じながら、ゆっくり、左右10回ずつ回しましょう。股関節は、上半身と下半身をつなぎ、上半身の動きや重さを支える、下半身の動きのコントロール、
そして下半身の重さを引き上げるという役割を持っている大切なところです。足の重心バランスが外側に傾くことにより、内転筋が衰え、その結果、足部内側に余分な老廃物がついてしまいます。寝ながらできる手軽な運動で、上半身と下半身のようである股関節の柔軟性を改善しましょう。人間は首がつくところは温めた方がいいと言われています。首、手首、足首、そして腰回りは常に温かくしましょう。お風呂は汚れを取るだけのシャワーで終わらせるのではなく、疲れを取るために38度から42度くらいの湯船に浸かりましょう。下半身肥満を撃退して、美足と良し尻を手に入れるためには、冷え、むくみを作らないような体質にし、筋肉を鍛えることが大切です。日頃から、冷えない装いに気をつけて、代謝を常に良くすることによって、理想的なプロポーションを手に入れることができるでしょう。